爆熱です。で、中分解すると、まあ、その光学ドライブを取り出すときに、まあ、分解する必要があるんですけど、光学ドライブのね、真下にね、でっかいヒートシンクがついててね、その下にまあ CPU とか GPU がついてるんですけど、要はそのヒートシンクに熱を逃がすに、その真上をで光学ドライブで塞いでるというわけのわからない構造ですから、だこのピックアップがダメになるのもね、そういうあの可能性高いと思いますよ。要はあの熱がこもりすぎてピックアップがやられると、ね、こういう製品はまあ外して熱に弱いですから、ね、この光学ドライブの真下に、ね、熱を逃がすヒートシンクがボコと乗ってるわけですよ、ね、その上をこの光学ドライブで蓋をしてるというね、もう訳のわからない作りなんで、まあ、自作パソコンで言うとね、もうこんなん完全に位置がおかしいんですよ。もう発熱するね、もう GPU のね、要はビデオカードの真上にね、光学ドライブが乗っててね、もう蓋をしてるみたいな、そういう構造ですから、とにかくもうむちゃくちゃなんで、まあ、そういうのがこのピックアップを傷めるね、あの早く寿命に至らせる一要因ではあるかなと思います。で、まあ、お話ししたようにね、Xbox 360のこのピックアップは、まあ、100いくらですから、まあ、200円しないで買ったんで、まあ、値段が安いですし、まあ、在庫も潤沢にあるみたいなんで、もしね、これも欲しいんであれば、まあ、なくなることはね、今のところ大丈夫だと思うんですよ。値段も安いし在庫もたくさんありましたから。ただね、いつなくなるかわからないですし、まあ、あと送料込みでその200円しないですから、もし Xbox 360で、まあ、この型式のピックアップが欲しいなと思ってる人がおられるんであれば、これも早めに買っといた方がいいと思います。で、私はちょっと値段が安いですし、Xbox 360またいつダメになるのかもわからないんで、ちょっとね、多めに買っときました。まあ、一つ今、まあ、ここに入ってるのはダメなやつで、これと交換したよ、この箱に入ってたやつが今本体についてるんですけど、それとは別に、はい、さらに2つ、予備ですね、予備の予備みたいな形で、買っときました。はい、ちゃんと中も2つ入ってますね、これ。はい、同じやつです、これね。うん、買っときました。うん、ただこれはね、本当にこの動画の一連の流れでお話ししてますけど、新品かどうかは分かりません。中古機から取り出したものの可能性も高いんで、分からないですし、今こうやってついたやつは、これね、まあ、結構めんどくさいんですけど、動作確認した方がええと思うんですよね、本当は。うん、まあこの箱に入ってたやつは今本体に入ってるんで、まあ動作をするんですけど、後から届いたこの2つ、これね、まあ後から届いたというか別に、持ってるこの2つ、これね、動作確認まだしてません、これ。なのでもしかしたら動かないかもしれないですよね。でもね、これ交換が結構大変なんですよね。で、まあ、これと交換した、まピックアップは動いてるんでね、動いてるのをまた他の動作チェックのために取り外してやるっていうのも大変でしょう。しかもこれ2つありますからね、これ。うん。だこれをつけて動作チェックして OK に、これをまたつけるために分解して取り外して OK ってやって、また元についてたやつに戻すみたいなことをやらないとちょっとダメなんで、ちょっとそれが面倒ですね。これが動く保証はないんで、下手したら両方とも壊れてるかもしれませんから。壊れてたらね、これ最悪でしょう、これ。ね、壊れてたら、ね、今のピックアップがダメになった時に、ああ、俺呼び買っといたんやと。ね、これ俺の勝利だということで交換して動かないと。ね、あ、もう一個あるんやと。ね、呼びの呼びだということで、それも動かなかったら、まだその時に手配しないとダメですし、その時に物があるかわからないしね、あってもすごい高いかもしれないんで、まあ、このね、予備に対するチェックもちょっとしとかないとダメというのが、ちょっと今の課題ですよね。まあ、プレステ2の方はピックアップの交換が簡単なんで、
これはいいんですよ。これはすぐできますから。これを予備プレステ2の方の、交換は簡単なんで手間かからないんですけど、 Xbox360 は先ほどお話ししたように本体の分解が手間で、さらに光学ドライブも分解しないとダメだというので手間がかかりますから、一回交換するともう二度としたくないんですけど、動作チェックのためにもしかしたらあとね、まあ、ここで1回やって2回やって、まあ、まあさらに元に戻すために3回やんないとダメなのかもしれないというところがありますね、はい。まあ、いずれにしても値段が安いです、200円しないです、2013年の今3月ですけど、2017年の3月ですけど、値段、200円しないんで、まあ、あの買っとくのがいいかなと思います、まあ、他にもね、あのアリエキスプレスだと、まあ、アリエキスプレスの話ばっかりで申し訳ないですけど、ケーブルとかね、あの Xbox360 のケーブルとかに、あとコントローラー関係の部品とかね、Xbox360 ってもう現行機種じゃないです。あの昔、今の現行機種は Xbox1 っていうのがあるんで、360は現行機種じゃないですから、あの、まあ、ケーブルだとかね、あのそういうものを買おうとすると、まあ、中古品のねヤフオクで探したりとかいうことになったりするかもしれないですけど、まあ、アリエキスプレスはまあ互換品ですけど安く買えるんで、まあ、そういうね、あのゲーム関係のパーツを探すのにも向いてます。ラジオだけじゃなくてね、向いてるんでいいかなと思います。あとね、あのちょっとピックアップの話に戻ると、まあ、ピックアップで劣化していくんで、あの交換したとしてもいずれダメになりますから、まあ、予備を買ってるんですけど、あの Xbox360 ってあのインターネットにね本体がつながるんですよ、まあ、有線あのワイヤードですね、 LAN ケーブル挿してもいいし、オプションでね、あの無線 LAN が使えるのもありますけど、新しい本体だと最初から無線 LAN になってるんでしょうけどね、ネットにつながってると、まあ、そのインターネットができるとか YouTube が見れるとかだけじゃなくて、あのインターネット経由で、あの、まあ、ソフトウェアアップデート、システムアップデートができるんですね、まあ、あの Windows でいうと Windows アップデートみたいなもんですけど、で、まあ、機能が追加されたりとかします。で、まあ、あの2017年の今になってはもうそういうのもね、あの止まってるんですけど、あの過去のアップデートで、あのゲームのね DVD を、あのその Xbox360 の内蔵ハードディスクにインストールできる機能が追加されてるんですよ。でそれをするとどうなるのかっていうと、まあ、内蔵のハードディスクにその DVD の内容を取り込むんですね、1回。あので時間はかかりますよ、まあ、ソフトによりますけど、あの物によっては十数分かかるのもあります。あの DVD の両面の場合は 8.5 ギガぐらいいるんで、すごい時間がかかるんですけど、で、ゲームをハードディスクに取り込むと、あの次からはね、まあ、もちろんそのオリジナルのゲームのディスクは必要になるんですよ、起動の時はね。ただディスクが入ってることを確認できれば、その後はハードディスク内のゲームのイメージを使ってプレイすることができるんですよ。つまり、あのインストールしてなければ、あの毎回ねその光学ドライブにずっとアクセスしてデータを読み続けてゲームをすることになるので、ピックアップが痛む速さも速くなりますよね、ずっと読んでますから。それに対してインストールを一旦すると、まあディスクが入ってるかどうかをチェックしますよ、その時にはこのピックアップ使いますけど、その後は、ハードディスク内のインストールイメージから読み出すので、光学ドライブ、まあ、つまりこのピックアップですね、ピックアップの使用頻度が大きく下がることになるんですよ。ということは、あのそのシステムアップデートをする前の、まあ、ピックアップですね、まあ、これそうですけど、もともとそのインストールできる機能なかったですから、これは言うたら酷使されてたと。それに対して、
インストール後のね、システムアップデートで、ハードディスクインストールが可能になった後に使うピックアップは以前ほど、まあ、使われることがないんで、まあ寿命としてはちょっと長くなるのかなという感じはありますね。まあもちろんね、まあ現役の頃はね、新しく買ったゲームそれなりにやりますけど、まあピックアップ交換ね、するような、まあ今の頃になるとね、もう昔一回クリアしたゲームをもう一回ね、一からハードにやり込むことというのはまあないと思うんで、まあゲームのプレイ時間もね、以前ほどはないでしょうから、まあそういう意味でも、まあ二つもあれば十分かなと、ね、いう気はしますけど、まあ発熱の問題は改善されてないんで、まあ結局ピックアップを使ってなくても、そのね、裏から伝わってくる爆熱でやられるから、結局長持ちしないのかもしれないですけど、まあ二個もあれば大丈夫でしょう。ね、今の、まあ、交換したやつとこの2個があれば、まあ、大丈夫かなと思いますし、まあ、こいつを使い切る前に本体が先にダメになる可能性もあるかなという気がするんで、まあ、一応安いんでね、予備に2個買ってます。プレステ通用はあっちはハードディスクインストール機能がないんで、まあ、ずっとその光学メディアにアクセスしてますから、あっちはね、ちょっと予備を買っとく方がいいのかもしれないですけど、はい。ということでね、今回は、まあ、光学ドライブのピックアップのお話かな。ゲーム関係のね、光学ドライブのピックアップのお話ということでの、動画でした。